ということで本日おサガユだ、頼むから本当に優秀なやつくれや、マジで何人かくれ、本当に一人じゃダメ、何人かください。千葉栃木、千葉くん栃木、千葉くん、まあ中岡だ、でも代打なんだけども守備できねえから、いや打撃とかなのはいいんだけどね、あと転生とかさ留学生とか来ないの、転生のホームランバッター、うん、まあまあ転生のホームランバッター、うん、まあまあ変わりにし矢のような送球、全然投げれなさそう、守備ゲロそうだもん、まずサヨナラのチャンスを残さない。いや、もうそんな強い？そんな強い？いや、中尾くん、まあ、代打要員だとしても、バッティングだとしても、そんなにめちゃくちゃ強いわけじゃないんで、お見送りです。うち名門なんで、お見送り。栃木。お願い。いや、コーリードくれ。将来性とか今いい。ほんと、君の将来にベットしてる時間がないんだ、今。チームの盛り上げ役。知らない。ダメ。トルク見せ、ダメです。呼吸です。なんも向いてない、お前は。本当に、田中くん。頭も悪いわ、野球は下手だわ、呼吸が得意だわ。いい。植物の方がまだうまそうだよ。タンポポとかの方がまだキャッチャーうまそう。いいリード、失踪、お前より。タンポポの方が。向いてない野球。タンポポの方が、まだ打ちそうだもん。変化球の対応力は見事。いや、もうちょっとしょっぱいなぁ。一般入部生にかけまくるとちょっと困るから、一旦ここまでちょっと厳しめにお見送り行くけど、途中からもう幅広めにちょっと取らないとマジで死ぬからね。きしょい。握手、しねえよ。広島。323、広島。いや、ちょっとしょっぱいなぁ。まあ、お前でもいい。まだしょうがない。うん、脱弾者あるから。これちょっと反動来てるわ。反動来てる、これ。外目の球にも対応できる。まあ、いい。岩じゃなくて。岩っぽい顔してるけど。バントの技術が高い。うん、信用ならなさそう。お前、もう顔が信用ならんもん。もう、あーの顔してるもん。わかる。大事な場面で、うーんの顔してるもん。わかる。取らない。バントできないもん、お前絶対。俺わかんだよ。顔見たらわかんのよ、俺。長翔吾にも強い打球。いや、ちょっと、もうちょっとまともな子いない？追い込まれても強い打撃。うん、高校では野球やめた方がいいよ、お前は。勉強した方がいい。大学に行け。向いてねえもん。いや、こいつたらいいのだわ、もうこれしょうがない。もうちょっといいので行くわ。見送ってる暇ない。断る理由がそもそもないからね、お前ぐらい雑魚かったら。神奈川。バランサーし、安心と安全、信用と信頼の神奈川。信用できるやつが見当たらん。エチオピアに迷い込んじゃってるな、これ。俺神奈川を捨てるはずなんだけど、これエチオピアですね、これね。チームの盛り上げ役、もう知らねえよそんなの。際どい球もカットして粘る。いや、結構です。片山くん、こんばんは。全国大会準優勝。追い込まれても強い打撃よ、ミシェール。絶対打って。ほんと、頼む。絶対打ってくれ、頼む。あ、やっぱ、神奈川の人間は違いますわ。高投手も形よか。はいはい。片山くん、お願いします。やっぱさすがだわ。さすが神奈川。よかった。他はちょっとエチオピア出身の留学生が多かったけども。よかった。ちゃんと神奈川の子で。マジ、一回できて。ほんと、一回できて。頼むから。お願い。うっ！よし！頼むな。力貸してくれな。お願いだ。南北海道はもう次行くから、よろしくお願いします。
いやいや、ちょっと待って、ちょっとなんかしょっぱくない？マジで？そんなことあっていいんですか？高木くん、こんばんは。全国大会準優勝、チャンスの場面に、うん、違う！絶対に打たい！だいぶいい、だいぶいい、だいぶいい、だいぶいい。高等手でもかかんないで向かう。はいはい。将来性を感じる。いや、ダメです。ダメ。お前、高橋先輩に肩壊されてそうだから。プールに呼び出されて。ダメ。え？転生！川越！あれ、川越って今の中日だっけ？転生！いや、転生来てるんだけど、ちょっとねー、これ、高木かな？これ高木かな？高木かな？ちょっと全中準優勝やからな。ちょっと一応ブックバックしとくけど。いや、高木だわ。高木で行くわ。頼む、頼む、頼む。ほんと。はい、行きます。はい、行きますって言うだけ簡単。バカでもできる。お前頭いいだろ。うちはね、何度も言うようだけど、全国のてっぺんを取ってるから。うっ！よし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 ！来てくれるのマジで助かる。石川、石川。石川。なー、ちょっと古賀くんもまあ悪くないんだけど、120キロなよね。で、ヘンミくんラインドライバー。まあ、キャッチャーならまあいてもいいんだけどね。まあ、最悪うちパワーヒの方あるから、最悪上書きするっていうのでもいいし、まあ、ある程度ミートあんだったらまあ、お前でもええわ。副キャプテン、はいはい。負けてても最後まで諦めない。うん、当たり前。どの部活動においても至極当たり前なこと。将来性を感じる。いや、まあ、悪くはないけど、ちょっと守備がね。石川県の石川くんね。7人ね。わかりました。いや、変味かな、一応じゃあ。変味で行くわ。ラインドライバーだから、とりあえず。おっ！やっぱ名門にもなるとね、もう断ってくれる理由がないからな。岩手。2132。お願いします。うん、いないわ。いない。真面目に野球をやってきた子いないの？変化球の体力は見事。いや、まあまあまあ悪くないけど、めっちゃいいわけじゃない。練習の取り組み性がいい。当たり前。ダメね。なあ、まあ、ちょっと、お前でもいい気はするけどな。内野安打丸で、まあまあ、打ってくれるんだったら、まあ、悪くはない。とっとと守備上げて、バッティング鍛えてくれれば、まあ、1年生の春ぐらいからは出れるかもしんない。お前でいいわ。お前でいいよ。感謝して。当たり前、当たり前。ニコニコして手上げとけばいいんだから。簡単な話だろ。死が。氷度ください。いやー、岸田くんはちょっとねー、全国っぽくないし、人間じゃない可能性あるからね、君ね。すぐ増税しそうでちょっとダメ。消費税 4000% とかにされたら困るもん。毎日落ち葉とか食わなきゃいけなくなっちゃう。無理無理。いや、ちょっと待って、もうちょっと野球できる子いないの？やるよね、早急。いい。将来性を感じる。いや、もう今ちょっと君の将来にかけてる暇ないんだよ。盗塁のセンスあり！いてもいい。君、いてもいいわ。機動力ね。小松くん、いいよ。走れる子ね、全然いい。いいよ。小学校1年生とか、年中さんまでだったら彼女にしても許す。年中さんまでだったら、年少だったらちょっと犯罪になっちゃうけど。年中さんまでだったら OK。いや、僕、年少さん以下が好きなんです。気象行って。気象行って。じゃあいいよ、来なくて。鹿児島、251。内野5人。いや、ちょっとなんかこう、幅がすごいね。幅が。その辺ちょっとアベレージヒッターあるけど、ちょっと信用できないもん。
バントの技術が高い。見てこの顔。全然バントが上手そうな顔してない、これ。もうこれ、ハーンの系統だもん、これ。わかんのよ、顔見たら。全然ダメ。バント下手そう。お話にならない。将来性を感じる。いや、もう将来性多すぎ。ダメ。呼吸ダメ。ガシャガシャダメ。副キャプテン！ダメです。守備いいけど。お前みたいなところでガチャガチャ引いてられないから。まあ一応まあ5人来てるんでね。見送り。東東京。誰かいいピッチャー来て。うわー！松本くんは球速いんだけど、いや、堀内くんかな。堀内くん対強打者まるで変化球まあまあ投げられて、タバコはまあちょっとだけかじってそうだけど、まあ、堀内くんならまだやれそう。松本くん も悪くなかったけどね。あ、ガチャガチャ、ダメです。引っ張り方向に強い打球。はいはい、知りません。際どい球をカットして粘る。うるせえよ。勉強しろや。なんもできねえんだよ、ほんと。こういうやつ。出してくんな。こんなやつ。いらねえって。追い込まれても強い打球を見せる。いや、追い込まれる前から強い打球見せてください。堀内で行くわ。河村ゲロすぎるだろ。何が強いって言ったらもうメンタルぐらいだよ。だって、偏差値28で野球下手なのにこの顔できんだよ。河村。なんでそんなお前凛々しい顔できるわけ？無理だよ。堀内。ということで、本日のスカートも無事終えました。たくさんのご参加いただきました。スカート済み選手の確認でございますけれども、奪三振いいの。全中準優勝、追い込まれても強い打球を見せる片山。チャンスの場面に強い全中準優勝高木。ラインドライバーの変味。内野安打丸斎藤。犯罪者小松。対強打者丸堀内の、6名です。3、4、5、6、7。まあ、お前が来たら7名かな。ということで、2037年度、智弁ラベンダー高校14年目、入学式見ていきたいと思います。早く移転したい！よろしくお願いします。参ろう！うわ！ちょっと待って、転生多分来てるけど、ちょっとわからん。なんて読むかわからん。まず、堀内くん。はい。はぁ、あ。嘘だろ、お前、ほんと。何してんだよ。いらねえわ。いらない。なんでこんな子スカウトしなきゃいけないわけ。いらねえよ。いらねえ。対ピンチし、対左に、打たれ強さい、ドミリ、クイックイ、対強打者までスロスター。うん。中継ぎだね、絶対ね。なんでこんな弱いわけ。球速に関しては120キロって言ってて125キロで来てんのよ。スロスターなのはもう分かったから、もうお前中継ぎだ。野手かなぁ。どっちかというと野手かなぁ、これね。悪くはないんだけど、これね、ピッチャーマジいなくなるからね、野手ばっか使ってたら。投球位置左、そんなの気にしてる場合じゃねえんだよ。堀内、読めない。ケンハッピーくんかな。知らない。いらねえんだけど、お前。スカウトじゃないです、君は。一般チンパンくんで。一般入部生はまだやれるからな。目はこれかな？目は、一般入部生です、これ。メガネかけとく？一応。お前これで頭悪かったら、お前もうほんの救いようないからね、これね。一般チンパン。東京のね。多分なんか山から降りてきたんじゃない？知らないけど。弱そう。マネージャー、マネージャー。まずマネージャー、まずマネージャー。ほい。坂口ちゃん。ああ、いいね。悪くないね。それカラコンかな？あれからちょっとなんかギャルデビューかな？高校からギャル？ギャルデビュー？いいよ。悪くない、悪くない。頑張ろうね。坂口ちゃん。はい、頑張ります。言ってます。じゃあ一回ちょっと
二股転生も確定だから、もうこれちょっとまずさばこう。はい。184! え、結構強くない？はい。チャンス D 対左し、キャッチャー G。まあ、キャッチャーで使う予定はないから大丈夫。盗塁 D、走塁 D、思いやりなし差し。うん、思いやりないのは多分先祖だね、これは。二股、翔一くん。思いやりはね、これは、これ先祖ですね、これもう先祖。この二股さんが悪いわけではないです、これもう先祖。遡って、もうむ、ぐーって、ぐーってもうめっちゃ遡って、めっちゃくちゃ遡って、弥生時代とかの、多分人が、縦穴式住居とかを、この多分パンチして壊したりとかしてたんですよ、多分。先祖、これは。先祖の話です。え？セカンド、サード、ショート、外野、どこでもできる。それ助かるなぁ。いいね。悪くないね。めちゃくちゃいい。まずでも外野かな。山田、ショート。まあ、転生の可能性あり。わかんないけど。ショートの山田がそもそもいるかわかんないけど。はい !161! うーん、はい。一般入部選手はもう全然いい。全然いいよ。モブだけど悪くない。攻められない。チャンス D、対左し、盗塁し、走塁 E、思いやりあり、パワーヒッター悪くない。君いいね。シニアでは6番ショートやってました。山田です。いいね。悪くない。まあ、名門だからね。右側すごいいいね。ベンチ入り確定。山田、ともきくん。頑張ろうね。長崎から、いらっしゃい。これは、小木原くんかな？萩原くん？ちょっと、ま、いつもわからなくなっちゃったけど。まあ、ちょっとピッチャーこれ、E の積みだったらやばいから。はい。140! エース。うん。エースだわ。じゃあ、エース。対ピンチに対左し、打たれ強さ F、伸びしクイックに緊急止まる。最悪打たれ強さ F は、本で上書きして何とかしよう。小木原、読めん。少子くんかな少子くん、まあ、頑張ろうね。まず飯野くん。メシノの可能性もあるけど。はい !112! あ、まあ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 。まあ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 いいでしょう。まあまあいいでしょう。はい。対ピンチし、対左に、打たれ強さい、伸び、クイックい、逃げ球脱三振、球速安定、軽い球寸前負けん。だからもう消えねえんだって、赤徳。赤徳消えねえんだって。赤多いなぁ、これ。ちょっと怖いなぁ、これ。心配、すごい心配。うん、ちょっと転生っぽい感じはちょっと出てんだけどね。まず、野手、野手。まあ、ちょっと自援護はできそう。ちょっと個性あるね。まあまあまあ、でもベスト4感はすごい出てるわ。まあ、寸前で負け運で軽い球だから多分、まあ、中学時代に多分相当やられたでしょ、きっと。9回1点リードで、1-0 で完封目前で、1-200で負けたことあります。いいの、イットくんです。いいの、イットくん。1日1個いいことしてます。思いやりちょっとないからね、たまに、3日に1遍くらいは、横断歩道渡ってるおばあちゃん頭突きしてる。しょうがない、それは。思いやりないからね。小松くんはまあ、盗塁だから。はい !162! いや、この能力にしては、まあまあいいぞ。お前何、右側もしかしてマイル系？はい。チャンス C、対左 C、盗塁 A、走塁 D、思いやりあり、逆境丸。うん、全然いい。こういう子がいいのよ。こういう子がいいのよ。いいなぁ、小松くん。悪くないね。いっぱい走ろうね。小松。マサトくんから聖人くん、いやいやいや、お前でもだってあれでしょ、年少さん以下が好きなんでしょ。はい、年少さんが以下が好きなんです。多分サイコパス、内気だから多分マジでやばいタイプのサイコパス。幼稚園とかに3日2晩しっかりと作戦出て下見してます。
内気だから多分マジでやばいタイプ。斉藤くんは、内野の丸。はい。202! いや、斉藤くんいいね。地区上がりでこういう子来てくれるのマジで助かる。はい。チャンスし、対左いい。盗塁で走塁し、思いやりなし、内野の丸。いや、外野だったら全然いいぞ。いい。外野でいい、外野でいい。セカンドは無理。思いやりないのはもうしょうがないから。守備と肩鍛えれば悪くはない。チームメイトがクズだった可能性あるわ。斉藤博之くん。岩手県から。いらっしゃい。地区上がりしては全然いいね。続いて、ヘンミくん。なんかの間違いで、キャッチャー B とか持ってきてください。なんかの間違いで。間違ってもいいから。はい !184! いや、ちょっと待って、小松これで162だからね。右側怪しいけど、なんかの間違いで。わかった、回復 G、怪我しにくさ G でいいから、キャッチャー A できて。はい。チャンス E、対左 C、キャッチャー D、盗塁 D、走塁 E、思いやりなし。対エース丸ラインドライブ。まあまあかな。まあ外野、まあがキャッチャー、ギリギリ。なんとも言えない。変味。読めんわ、これ。ま、舞一くんって読むのこれ。新一くん変味新一くんかな。まあ、外野でもいいけど、補給とか守備上げきるの大変だから。まあいいよ。問題はね、この二人なんだよな。まずじゃあ高木くんから期待しています。二人はね、全中準優勝コンビだから。頑張ろうな。チャンス A はマジでいいのよ。高木くん。はい!214!200 は超えてきてるけど、もうちょっと頑張るような気もしないでもないんだけどね。まあまあまあって感じかな。チャンス B、対左 D、盗塁 C、走塁 E、思いやりなし。外野かな。外野ならまだ使えそう。正直。ちょっと守備が心配ではあるけど、思いやりちょっと怪しいしね。まあ外野かな。ひとまず外野。そんなに絶望的に悪くはないんだけど。高則くん。打ち気ね。ちょっと小づかせて、一回。そんなに。もうちょっと君頑張れたと思うから。心のノートもう読ませるものないのよ。ちょっと、まあ、悪そうな顔してるしね。狐みたいな顔してるし。狐の血多分騒いでる。10日に一度、おばあさんさらって雪山に埋めてます。北海道出身だから。高則です。頑張ってね。問題はもう片山くんだから。片山くん。まあでも200超えてきてるからまだいい。うん。まだいい、まだいい。片山くん。はい!227! いや、これで、ちょっと右側心配だな、これ。これで227はちょっと心配。チャンスし、対左 E。走塁 C、走塁 D、思いやりあり、粘り打ち。うん、悪くはないわ。悪くはないわ。そんなに低い?悪くないぞ。まあ、D の中でも前半だったからって感じだね。強い!申し分ない!片山、秀和くん。うわー!誕生日一緒だわ、君、俺と一緒だ、片山くん。神奈川出身なんだけどね、俺と誕生日一緒なんだよなぁ、これなぁ。片山くんね、もう一日前か後だったらよかったね。これ俺と一緒なんで、ちょっと生意気ですね、これね、ダメです。強いんだけどね、俺とね、誕生日一緒だからね、これね。お母さんが悪い、これは。母丸くん探せばいるんじゃないかな、これ、母丸。お母さんが悪いから、これ、お母さんのせいだから、これ。君は別に悪くない。うん。悪くはない。一応かっこよくはしとくから。親孝行しような、絶対な。母丸。いや、これ。なあ、親孝行しような、母丸。名前ちょっとね、名前でね、ちょっとね、ゲージ戻してから、今ゲージマイナスなんだけど、母丸、感触。探せばいるじゃん。これでもう、チャラでしょ。これで名字と名前がトントンだから。ま、
トータルで見ると、まあ悪くはない。悪くはなかった。まあ1年生もちょっと使っていきたいし。ロロゴ、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